こんにちは、塚淵ガーデンの柴田です。今回はこれです。今回はゴムの木の仲間のフィッカス、ベンガレンシスについてお伝えします。今回もよろしくお願いします。ベンガレンシスの別名はベンガルゴムとも呼ばれ、この葉の色や光沢、そしてこの個性的な樹形はインテリアグリーンとしてウンベラータやゴム、アルテシマなど並んで大変人気があります。まず育てる場所についてですが、ベンガレンシスは日光が大好きです。できるだけ日当たりのいい場所に置くようにします。春から秋にかけては野外で管理することもできますが、特に夏などは光線が強すぎ葉焼けを起こしますので、日陰に移すか寒冷舎などで 30% から 50% の遮光をしてやります。ベンガレンシスは葉が大きく単位性もありますので、室内の明るい場所でもよく育ちますが、室内でも夏は直射日光は強すぎ葉焼けを起こしますので、レースのカーテン越しの窓際か窓から離して日光を調整します。ベンガレンシスはもともと日光を好み、日光に当てた方がこの葉のツヤもよく健康に育ちますので、葉焼けの心配がない限り日に当ててやってください。また室内で育てる場合はエアコンの風を直接当てますと葉を傷めます。そのため直接当たらない場所に置いてやってください。ベンガレンシスは熱帯生まれで高温には強いのですが、一方低温には弱いので最低10度 C 以下にならないよう気をつけますが、できれば15度 C は欲しいです。戸外で育っている場合も当然15度 C ぐらいになったら室内に取り込んでやります。水やりですが、春から秋の成長期は土の表面が乾燥したらたっぷりと与えます。ベンガレンシスは寒さには弱く、季節や気温、室温などによって水やりのタイミングを変える必要があります。気温が15度 C 以下になると成長が緩慢になってきます。そして水をあまり必要としなくなりますので、水やりの回数を減らすようにします。具体的には15度 C 以下になったら土が乾いてからなお2、3日置いてから水をやってください。また冬は水やりの回数を少なくして乾燥気味に完了しますと、ベンガレンシスのこの樹液の濃度を濃くすることで耐寒性を高めることができます。ただ水やりの回数を減らしてベンガレンシスの葉が落ちてきたりするようでしたら、水やりの回数を増やすなど調整をしてやってください。それと葉水なんですが、葉水は乾燥を防ぐだけではなく、ハダニやアブラムシなどの害虫を予防する意味もありますので、できるだけ霧吹きなどでするようにします。ベンガレンシスはこのように葉が大きくホコリも積もりやすいので、葉水の時は濡らしたティッシュペーパーなどでホコリを拭いてやってください。肥料ですが、基本的には肥料はなくとも良いのですが、与えた方が葉の色つやが良くなり成長も早くなります。肥料は春から秋の成長期に1回やるだけで十分ですが、冬場は休眠期になりますので、この時期に肥料を与えると根を傷みますので、冬は肥料はやりません。肥料はこのような環境性の化成肥料の置き肥をしますが、特に室内で育てている場合はコバエの発生などを防ぐため、油かすなど有機肥料は避けて必ず化成肥料を使ってください。植え付け植え替えですが、ベンガレンシスは成長が早く、植え替えをしないでいると鉢が根でいっぱいになってしまい根詰まりを起こしてしまいますので、環境にもよりますが1年から2年に1回は一回り大きな鉢に植え替えをする必要があります。植え替えは5月から9月の末頃までできますが、暑い真夏の植え替えは避けます。どちらかと言いますと5、6月が適期です。植え替えの土は水はけが悪いと根腐れを起こしますので、そのため水はけの良い土を使いますが、市販の観葉植物用の土で十分使えます。また土の表面を赤玉土や鹿沼土、化粧砂などの
無機質の溶土で覆うことでコバエの発生を防ぐことができます。同時に水はけを良くするためにこの鉢の底には鉢底石を必ず入れておく。次に手入れについてですが、剪定切り戻しがあります。ベンガレンシスは春から秋が成長期ですので、この時期に古くなった葉や邪魔な葉は思い切って剪定をします。剪定には切れ味のいいハサミやこういったナイフを使ってください。またゴムの木やベンガレンシスなどフィッカス属の仲間はこの切断面から白い樹液が出ます。そして樹液に触れますと、人にもよりますが皮膚がかぶれることがありますので、用心のため剪定の時は手袋などの着用をお勧めします。ただ触れてしまってもすぐに流水で洗い流せば問題はありませんのでご安心ください。増やし方では株分け、挿し木、葉挿しなどがありますが、主に挿し木で増やします。まず用意した枝の土に刺す部分をよく切れるカッターナイフなどで斜めにカットします。よく切れる刃物を使うのは、切断面に露出した導管が水を吸い上げるパイプですが、それを壊さないためです。そして斜めにカットするのは、切断面を大きくして土との接触面を大きくして水の吸い上げを良くするためです。そして1時間程度水につけて水揚げをし、水を吸わせておきます。次に水を吸わせたら土に刺します。土にはあらかじめ割り箸などで穴を開けておき、その中に刺し穂をそっと刺して、あとこの周りの土を軽く押さえておきます。土は菌や肥料が入っていない新しい清潔な土で、小粒の赤玉土に腐葉土を混ぜた土でも使えますが、市販の観葉植物用の土でも構いません。ただいずれも肥料の入っていない土を使ってください。病害虫ではハダニやアブラムシ、貝殻虫が発生して樹液を吸って気を弱らせ、その後病気が発生しやすくなります。ハダニは主にこの葉の裏について、ハダニに吸収された箇所は白い斑点状になりますのですぐ分かります。そのまま放置しておきますと最悪の場合は枯れてしまいます。貝殻虫は3ミリほどの小さな幼虫で、この樹液を吸って成長して体からワックス状のベタベタしたものを分泌します。そしてそれを狙ってアブラムシがたくさん発生するようになります。いずれも早く見つけて駆除することが必要で、多く発生した場合は薬剤の使用も必要になってきます。また戸外で育っている場合はバッタやダンゴムシ、ナメクジなどがつく場合がありますのでご注意ください。夏越しですが、野外で気温が40度 C 以上になった場合は日陰に移動する必要があります。寒冷舎で30から 50% 程度の遮光をすることで葉焼けを防止することができます。夏の水やりは戸外では土の表面が乾いてから午前中にやりますと、日中の高温で残った水が土の中で煮えて根を傷みますので、やるときは夕方から夜にかけてたっぷりやるようにしてやってください。冬越しですが、気温が15度 C 以下になったら成長が緩慢になり水の吸収が少なくなりますので、水やりは回数を2週間に1回ぐらいに減らします。またベンガレンシスは気温が5度 C を切ると枯れてしまいます。室内でできれば15度 C 以上保つ必要がありますが、この時エアコンなどの暖房機の温風が葉に当たらないように気をつけてやってください。以上ベンガレンシスについてお伝えしましたが、最後に特徴について簡単にお伝えします。観葉植物の中でもポピュラーなゴムの木の仲間でもフィッカス、ベンガレンシスはウンベラータやアルテシマと並んで人気のトップ3と言っていい人気の観葉植物です。特にベンガレンシスは葉の色といい、葉の適度な光沢といい、個性的な樹形といい、
どんなお部屋にも馴染みやすいインテリアグリーンです。中鉢や小鉢のものもありますが、この葉の大きな植物なのでリビングのインテリアにしますと、その魅力を最大限に楽しむことができます。あなたのお部屋に一鉢いかがでしょうか。概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のおありの方はぜひご覧ください。以上、最後までご覧いただきありがとうございました。